旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。こんにちは、旅行の達人のりくです。今回は静岡県で美味しいうなぎが食べられるおすすめの人気店をご紹介します。静岡といえばすぐに頭に浮かぶのがうなぎですよね。そんな静岡県にはうなぎが美味しく食べられるお店もたくさんあります。今回は安くてリーズナブルなお店から人気の有名店まで、ぜひとも行きたいうなぎ料理店をご案内します。ただコロナウイルス感染症の影響で営業時間や営業内容に制限を受ける場合もありますのでご注意ください。この動画で紹介されていないおすすめがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。まずご紹介するのは石橋うなぎ店です。石橋うなぎ店は静岡駅から車に乗って10分ほど走ったところにあるうなぎ屋さんです。こちらの人気看板メニューはうなぎ定食。うなぎを1本丸々頭まで使用する贅沢な定食ですね。見た目の迫力にも圧倒されるうなぎ定食。外はパリパリで中はふわふわの絶品です。甘辛いタレの味付けなのでご飯もお酒も進みますね。創業約50年という老舗の石橋うなぎ店。歴史を感じる店内はほとんどが昔ながらのお座敷となっています。しかしカウンター席もあるのでお一人様でも大丈夫です。遠方からでも一度は訪れる価値のあるお店。人気店ですので予約をおすすめします。営業時間は11時から14時40分、17時から20時40分で、定休日は月曜日です。座席は47席あり、7席のカウンター席と40席のテーブル席が置かれています。お車でお越しの方用に駐車場もあります。テイクアウトも OK ですよ。続いてはうなぎ桜屋です。うなぎ桜屋は三島広小路駅から歩いて1分というアクセス抜群のところにある、創業が安政3年という超老舗のうなぎ屋さんです。富士山の雪解け水で泳がせたうなぎを使用、臭みがなくて身が引き締まった絶品のうなぎが堪能できます。うなぎ桜屋はうなぎの新しい食べ方が発見できるお店。蒲焼きのイメージが強いうなぎですが、少々変わったうなぎハムもおすすめ。桜チップで燻製した香りの良いお酒にもよく合う料理です。その他うまきやうなぎシューマイなどの様々なうなぎ料理が楽しめます。営業時間は11時から20時で、定休日は水曜日です。座席は100席あり、20席のテーブル席と80席の座敷が置かれています。お車でお越しの方用の駐車場はありませんが、近隣に提携駐車場があります。料理のテイクアウトもできますよ。3店目はうなぎ藤田浜松駅前店です。うなぎ藤田浜松駅前店は浜松駅から徒歩およそ1分、もう駅前というとても便利なうなぎ屋さんです。店内は隠れ家風になっていて、とても落ち着いた静かな和の空間。素敵なお店で美味しいうなぎ料理が味わえます。そんなうなぎ藤田浜松駅前店でおすすめの人気メニューがうな重です。うな重皮から贅沢なうな重二段重まで幅広い価格も魅力の一つでしょう。カウンター席、テーブル席、個室とあるので様々なシーンで利用できるおすすめのお店です。営業時間は11時から14時と17時から21時で、定休日は火曜日です。座席は90席となります。駐車場はありませんので電車での来店がおすすめ。料理のテイクアウトもできますよ。続いては関西風炭焼き三方原うな吉です。関西風炭焼き三方原うな吉は東名高速道路浜松西インターチェンジから車で10分ほどのところにあるうなぎ屋さん。うなぎの炭火焼き専門店で、蒸さずに炭火で焼く関西風の焼き方のうなぎが味わえます。秘伝のタレに2回3回と漬け込んで焼き上げたうなぎはまさに絶品。おすすめしたいメニューの中にうなぎの白焼きがあります。うなぎ本来の味が楽しめる白焼き重上うなぎ。炭焼きされた皮はパリッとして、中身はふわふわの食感が絶品です。最初はうなぎ本来の味を堪能してから、タレ、わさびと一緒に食べてうなぎを満喫してください。そして女性に人気のレディース定食もおすすめします。営業時間は11時から14時と17時から20時で、定休日は月曜日です。
座席は80席があり、1階に30席で2階に50席が置かれています。20台分の駐車場も設置されています。残念ながらテイクアウトはできません。続いては炭焼きうなぎ旬です。炭焼きうなぎ旬は静岡駅から車を利用して20分ほどのところにあるうなぎ屋さんです。食べログうなぎ百名店2019にも選ばれた人気店。静岡の浜名湖産の分厚いうなぎを使用した人気のうな重がおすすめ。炭焼きうなぎ旬は夜は完全予約制になっています。ディナーには贅沢におまかせコースを味わってみませんか。そこでいただけるのはうなぎだけでなく、旬の食材を使った贅沢なコースとなります。店主のこだわりが詰まったとても美味しい料理です。営業時間は11時半から14時半と17時半から21時、夜の部は完全予約制でおまかせコースのみとなります。定休日は月曜日と火曜日で、席数は12席、カウンター6席と大きなテーブルに6席、詰めて座れば8席が配置されています。お車でお越しの方は4台分の駐車場もあります。料理のテイクアウトもできますよ。続いては竹林車店です。竹林車店は静岡駅から歩いて15分ほどのところにある老舗のうなぎ屋さんです。街中からも近く、アクセスも便利なお店で伝統の味にあふれたうなぎを味わいましょう。竹林車店のうなぎのタレはまろやかな秘伝の味。蒲焼き定食、うな重、うな丼は人気の高い自慢の一品となっています。うなぎは蒲焼きだけでなく白焼きもおすすめ。テイクアウトもできますよ。営業時間は11時半から14時と17時半から21時です。定休日は月曜日で、席数は23席となります。駐車場はありませんが、近隣にコインパーキングがあります。今回は静岡県で美味しいうなぎが食べられるおすすめの人気店をご紹介しました。いかがだったでしょうか。海もあり、大自然もあり、そしてうなぎの聖地浜名湖も。静岡に旅行プランをお持ちならうなぎを外すことはできません。もし土用の丑の日などに行かれる際には予約をしておかないとうなぎにありつけないかも。静岡を訪れるときはぜひ名産品のうなぎを食べ忘れないようにご注意ください。旅行の達人が運営する LINE アットに登録すると、お得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。